この後は鈴鹿駅の方行こうかな。河原田よりも、もう鈴鹿駅とあんま変わらんからね。鈴鹿駅、確か駅前に駐車場ありましたよね。そっちの方から行ってみましょう。じゃあちょっと予定変更でね、行ってみよう。お、どっちにしろ雨が降ってますね。本格的な完全制覇の旅は、来週から撮り始めよう。今日どれぐらいの撮れ高作れるのかわからんけど。で、そっか、この放送の途中から、この放送の週は、今撮ってる分は多分、まだ3月中なんで、例のね、9時放送になってると思います。途中からね、8時放送に変わりますと、いうことですね。まあ、アナウンスも、の動画も、30日あたりに入ってると思うんですけど、今までね、まあ、もともと別チャンネルやったやつを合わせたっていう兼ね合いもあって、普段のメインチャンネル用の動画だ、で出してたやつを毎日8時に更新して、4つ目はね、追加で金曜日の9時から1時間後にね、さらに、追加公開しますよっていう形でやってたんですけど、これをね、基本的に金曜日の、週1更新、っていう形に変えまして、金曜日の更新を9時から8時にスライドさせて、8時のね、今まで、やってたやつと、まあ、合併するというよりは、まあ、合理化するっていう形でね、やっていこうということでございます。そこは、これはね、ちょっと、まあ、そこの解説動画のところも言ってましたけど、まあ、管理が大変だよっていうところと、言って、ここだけね、1時間後にポンと入るんで、で、その1時間前に上げた動画が、なかなか伸びにくいとか、まあ、ちょっとね、いろいろとネックがあったんですよね。で、さらに、今、あれね、なんだったっけ、ショートの動画の上げ始めましたんで、まあ実質週14本投稿は確定というところにね、まあさすがに週15本確定にすると、まあ大変だよというのとかがね、あったり、で、さらにちょっと仕事が、わたわたと忙しかったりしとったんでね、その兼ね合いでね、今回はね、そのあたりを考慮して、一応そういう風にさせてもらいます。まあで、その代わり11時更新をね、少しでも増やせるようにね、そういうような形で、できればね、週、まあ簡単な動画も、含めて、週20本ね、タクトクとかでね、上げれると、週20本で4週で80本。でも、月100本いかねえのか。っていう感じなんで。まあ、ショーツ、多めにすれば、もう、メインチャンネルのね、動画、メインの、その、ロング動画をね、全部、もう、ショーツに特化するような形で、ね、作ってしまえば、別に1日5本投稿とか全然できちゃいますんでね。うちでやってる企画だったらね。そうすると150本とか、まあ毎月150本タクトとかで上げれたりっていうのも考えてるんですけど、さすがにね、こうやってちょっと出かけてね、撮ったりとかそういうのも好きなんでね、どっちかというとそっちの方のが好きなんで、それをね、メインでやってくのは、まあ変えずにって感じかなっていうところですね。ただあれ面白いもんね、ショーツも、10時台に上げるとね、2、300再生はコンスタントに入るんですけど、あれが1時間早くするだけで全く再生が入らなくなるの、あれ何なんでしょうね、不思議なんだよな。たまたまかもしれませんけどね。
なんで最初7時で案内かけてたんですけど、早めに開けといたら20時台の人にも見られるし、そこに山を持ってくような形で7時、8時台、朝の7時台とかって、そんな見る人いるのかなと思ってたんですけど、うん。まあ、ただ海外からね、アクセスが増えてるんで、うち、今。そこを考慮してね、時差を考慮してっていうのも入れて見てたんですけど、全く、やってみたら、7時とか8時、9時台に上げるともう全く、再生が、本当0とか2とかになっちゃったんで、急に。で、10時に戻したらまた100再生、200再生とかに戻るんで、まぁ、ちょっとわからんけど、とりあえず、ここで合わせとこうかなというところでございますね。うん。まあ、言うてまだ、一番多いアクセスは日本ですからね。うん。海外が増えたとはいえ、まだまだ、日本の、アクセスが一番多い状態は変わってはない。8割方ぐらいかな、うちのところだと。まあまあ、ロング動画がね、完全に日本向けに作ってあるっていうのもあると思うんですけど、ロング動画の兼ね合いとかで、まあこれは日本語の雑談配信ですからね、その兼ね合いで多分、かな。あれですね、私の滑舌が相当やばいっていうのがね、バレてしまったような動画がありまして、これの動画の後に上がってるか。この後ね、ちょっとロング版、7時間ぐらいある動画かな。まあ、リマスタリングしたデータのやつを出したんですけど、出すんですけど、字幕をね、そのパワーディレクターに新しく、簡易字幕機能みたいなのがついて、自動で字幕を作ってくれますよっていう機能ができたんで、7時間の動画をね、もうそれでポチッと押してね、パソコンに頑張ってもらってね、字幕を作ってもらったんですよ。9000、チャプターぐらいあったかな。7時間ぐらいあると、っていうことなんで、相当なね、量にはなってるんですけど、これがね、まあ、ものの見事に、文字と合ってなくてね、全部手動で直そうかなと思ったら、9600ね、データ打ち直すって言ったら、もう、途方もないんで、やめようと。もうそのまんま上げるというね、ひどい、ことをやってるわけなんですけど、あれ、めちゃくちゃ持ち込んでんな。あれ？やばくね？まくったらいけるか。